なちゃん遅いな。いつ来るのかな。早くしないと起きちゃうよ。もう少し寝ててね。つかさに先を越されたから。ドジっ子同級生のモーニングコール、キス仕掛けで大慌てってとこだね。できないのが辛いけどさ。本当？ありがとう。フラグが立ったかな。つかさに協力してみる。
から18世紀にヨーロッパで魔女狩りが行われたわけや。これが俗に言う魔女裁判。しかしこの言葉は宗教的にマイナスなイメージやろ。せやからタイトルを裁判から審判に変更する必要性があったんやな。ペコペコ。体の割にはすぐお腹空くのね。っていうかチョココロネって案外カロリー高いしさ。無駄なダイエット知識きたこれ。何かやってるの？うっさい。いいからご飯食べるわよ。で、また太ると。殴るわよ。もう殴ってるって。
われると照れるね。照れない照れない。っていうかそのお弁当、司が作ったんでしょ。おっしゃるやら、これは私のお手製で。だったらなんであんたのお昼いつも通りのコロネなのよ。それは一人分しか作る時間なくて。ほうほう、ならその弁当箱は何。私のだけど。じゃあなんで裏に司の名前が書いてあるの。おかしいと思ったのよね。司が早起きしてお弁当作ってるんだもん。バッドエンドでいいじゃん。っていうか早くご飯食べよっと。食べていいよ、ネタバレでも OK ならね。何か別のイベントが発生してませんか。焦るところがまた怪しい。っていうか私のイベント返せ。なんだっていいけど、休み時間あと10分だよ。
そこ出ないよ。衛生的に問題があるからって去年から出なくなったんだよ。飲めるとこは食堂だけかな。でも今は閉まってるよ。喉が渇いてるの？だったらこれいらない？大好きなんだけど、でも全部飲めなくて。
Thank you.
はようございます。かなりお疲れのようですね。大丈夫？目の下にクマできてるよ。昨日の特番見て眠れなかったとか？季節外れの心霊特集、あれすごく怖かったね。多分違うね、深夜アニメだよ。いや、昨日のは面白かった。何それ、あの次は何なのよ。やっぱりアニメだよね。昨日のは燃えた燃えた。時間や、ちゃっちゃと席つけ。授業中に寝たらダメよ。それじゃね。でも無理だよね、私だって。眠たいもん。司は年中だけどね。ま、寝るならバレないように。
誰かうまいこと言えと言ったのよ。あらあら、もうこんな時間。今日はこれでおしまい。皆さん、さようなら。いつまで続くの？大丈夫ですか？それでは練習を始めます。まずは昨日の終わりから。はーい、今日もよろしく。え、どうしたの？体調でも悪いの？すごいあくび。何時に寝たの？何それ、練習できるの？それではいきますよ。3、2、1、スタート。カット。こういう言い方はなんですが、セリフ覚えてますか？だよね、完璧だったよ。やはり体調が悪いのでは。先の場面を練習しましょうか。です。今のは全然違う場面のセリフです。本当にどうしちゃったの？っていうか、やる気ある？眠たい？休んだ方がいいよ。もしかしてキスシーン？やっぱりそんなにやりたくないの？だから今日はこんななんだ。
教えてよ。私だけならともかく、みんなにまで迷惑かけてるんだよ。もうちょっと真剣にやってくれないと困るよ。まあまあ、こなた落ち着けって。だってずっと練習してきたのに、キスシーンが嫌とかそんな理由で劇を台無しにしたくないよ。気持ちはわかるわよ。けど、なんで今日は調子が悪いの？本当にキスシーンのせい？それ嘘でしょ。私とのキスシーン嫌なの？理由を言って、キスシーンの何が嫌なの？もういい、勝手にすれば。コナちゃん、どこ行くの？帰る。なんかもうどうでもいい。やんなさい。言っても聞かないだろうしさ。それに問題の原因は泉さんではありませんし。残念ですが、今日は解散しましょう。それから、どういう事情があるかは存じません。ただ、責任は取っていただきますよ。その言葉を聞いて安心しました。それでは皆さん、また明日。
末が一つだとしても、そこに至る道筋は無限にある。唯一共通であるのは、そう、悔いを残さないことよ。誰にも言わないからね。